皆さんおはようございます。トムです。本日は、高尾のエリアに来ています。で今日は彼女もいるので、一緒に楽しく誕生していけたらいいなと思ってます。それでは行ってきます。ほら、かわいい。大白のオスだね。こうやってこの時期は高いところでさえずってることが多い。かわいいね。かわいいね。え、口パクパクしてる。ちょっと今日は霧が出てますね。森の中は多分真っ暗だと思います。あ、四十からじゃなかった、山柄。あそこ四十からいいです。本当、うん、あー本当だ、泣きます。あ、四十からというのが、あ、枝が2匹来た、かわいい。やっぱちょっとだいぶ暗いですね。森の中入るともっと暗くなっちゃうかな。真っ暗ですね。これは鳥がいてもなかなか取れないかな。鳥の気配が全然ないです。ないね。たまにキビタキの声が聞こえるんですけど、全部遠いな。今ヤブサメが鳴きましたね。わかんないけど。ちっちゃくてかわいい。めっちゃちっちゃいね。ね、うわ、ちっちゃ。またあったら目玉引っ込んじゃう。ふいー。ふいー。引っ込んじゃった。アエナガのちっちゃいの。かな。超近いんですけどね、キビタキ。どこだ。わかんねかわいい、一生懸命。
かわいい。よかったね、見れたね。うん、ギリギリ目視、うん、目でもギリギリ見えるな。うん、写真も撮るわ。ヒシバッタっていうちっちゃいバッタです。ごめんね、やばい、わからない雲。やっとキビタキが撮れました ね撮れたね、やっとね。ずっといっぱい泣いてたけど、いろんなところでやっと撮れましたね。可愛かったね。可愛かったね。頑張ってないですかね。まあこんな感じでゆっくり戻っていきたいと思います。日本トカゲまだ動けないの、オスかな。いや、もう 動けると思う。これから暖かくなってきて動き始めるかな。あの尻尾短い。おしっこされた。かわいい。はい、ありがとう。バイバイ。バイバイ。帰り道、シルエットだ。青いとか何も分かんないな。星が、お、イナゴみたいなやつ。ここにもいるよ。綺麗。オスとメス。ここはね、ピコピコさせてるよ。かわいすぎる。そうだよ。はい、戻ってきました。いろいろ、なんだかんだいろいろ見れたかな。いろいろと見えてないな。キビタキとオオルリと、本当にそんぐらい、鳥はそんぐらいですね。うん、あとはちょこちょこいろんな生き物が出てくれて、まあ楽しいパンチョになりましたね。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 というわけで、お腹も空いたんで帰っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。